ライブ、すっごく楽しかったよ。リンクさん、全然緊張してなかったですね。さすがです。私だってしてないわよ。私は無理だ。変なミスはしなかったと思うんだけど。私も多分大丈夫でしたよね。あ、リンクさん、他の皆さんも。あ、ミユちゃんだ。ということは、まあ、ハッピーアラウンドの皆さん、ごきげんよう。ミーコもいるの。当然、私もいる。レリカルレリーの皆さん、会えて嬉しいよ。私たち今ライブやってきたとこなの。はい、見てましたよ。チャレンジステージ優勝おめでとうございます。相変わらずすっごくパワフルだったの。素晴らしいご活躍でしたわ。うんうん、特にあれ、あれがいいの、あれ。はいはい。どうせリンクとレイのボーカルか、マホの DJ プレイなんでしょ。ギブミーオーサム、あれが最高なんだよ。は、はい。うん、あのお歌すごく楽しいよね。恥ずかしながらついつい飛び跳ねてしまいましたわ。私、ステージにハピアラが上がるといの一番にムニちゃんを見るんだ。誕生日パーティーを盛り上げた戦友だもん。そ、そうよね、当然だわ。ギブミーオーサムは私が目立つために作られた曲だもの。これくらいの評価を受けるのは当然よ。ムニさん、よかったですね。頼むから、あまり調子に乗るなよ。やっぱり、DJ ユニットの真髄は DJ とボーカルじゃない？ VJ は目立ちにくいから、いろいろと工夫を凝らしているのよね。サイリウムを振り回してみたり、リンクちゃんの隣で踊ってみたり、かな？あんた、本当によく見てるのね。いい心がけよ。いやー、でもわかる、わかるよムニちゃん。 VJ は縁の下の力持ちだけど、たまにはものすごく目立って拍手をもらいたい。私たちはああいう曲ってあまりやったことがないんだよね。今度のライブでギブミーオーサムやれないかな。委員長、ダメ？誰が委員長ですか。学外ではやめてください。もう、ちょっとちょっと、歌詞はどうするのよ。私がいないところでムニちゃん、おうさんっていうのは変じゃない。あ、ほんとだ。じゃあくるみちゃん、おうさんにする。人の曲を取るんじゃないわよ。どういうつもり。ま、申し訳ございません。くるみさんがまた怒らせるようなことは。ああ、いやいや、全然気にしないで、大丈夫だから。ムニは嬉しいと照れ隠しに言葉がきつくなるから、あれはあれですごく仲がいいんだと思うよ。ちょっとだけでいいから貸してよ、ムニちゃん。ギブミ